エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回はバージョン 4.1 アップデ後のトライストリンガー扱いから見た感想と懸念点となります。バージョン 4.1 にて念願のトライストリンガー強化が来ましたね。他のアップデも気になりますが、強化は嬉しい限りですね。ただこのアップデによって数日プレイしてみると、環境の変化も少しずつ起きているように感じます。さらにトライストリンガーの強化といっても良くなっただけではなく、気をつけるべきポイントというのもあります。ということで今回はアップデ後のトラストをずっと使用している視点で、いいところと懸念点を次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずアップデ情報から見ていきたいと思いますが、チャージ中の人属アップと爆発のダメージアップとなっています。まずチャージ中の人速度アップに関してですが、 13% と聞くと小さい数字ですが、アップデ前であれば人速を 1.3 ほど積んだ状態となります。もともと最大で 25% の速度アップなので、人速ギアの効果を半分以上得たことになりますね。これによって人速ギアを大量につけていた人はギアの枠が空きができるという状況になります。また人速の恩恵としてエイムの調整もしやすくなってましたので、移動調整していた人にとっては嬉しいポイントとなったのではないかなと思います。続いて爆発ダメージですが、28から30にアップということで、以前では2発35ダメプラス爆風28で98でしたが、これが100になりましたね。これにより単純にキルが取れやすくなるため、傘当たりでも爆発矢によってキルが確実となっています。単純に爆風だけで90ダメ入るので、スリップダメージを受けた相手なら容易に倒すことも可能になっていますね。今回は2つのアップデートですが、対面に関しての強化が入ったという感じかなと思います。特に移動速度のアップによってはエイムの狙いやすさや壁に隠れる速度が上がって、対面力が上がった人もいるのではないかと思います。それでは2つのことについて経験談より深掘りをしていきたいと思います。まずメインの爆発ダメージについてですが、大きく変わったことが2つあるかなと思います。まず1つ目がキルを取れる機会が増えたということです。単純な話ですが、弓をずっと使っていると大きな変化となります。というのも、合計ダメージが上がるというのは単純に倒せないものが倒せるようになるという感じなので、乱戦時に有効なんですよね。特にスプラ3において同期ずれやラグといったものが発生するので、後衛としては有効打を当てても倒せないということが多くあります。特にフルチャ4発カス当たりでもキルが取れないこともザラにあるので、このダメアップの恩恵はかなり大きかったんですよね。単純に矢を受けて甘えた行動を取った敵を倒せる確率が上がるので、とてもいい変化だなと思います。未だにそれ倒せるの?というキルがあるくらい驚きますね。続いて2つ目ですが、耳の圧が増したという点です。これは肌で感じた部分ですね。アップデによってトラストの火力が上がったという認識があるのか、爆発を終えた時の敵の動きが変わったように感じます。壁裏に打ったとしても粘られることが多かったんですが、ここ数日使った時は逃げるプレイヤーが増えたように感じますね。それだけ爆発矢のダメージアップが面倒くさいことだったというのがよくわかります。横打ちの拡散が強力になっていることもありますので、フルチャージと半チャージの使い分けもしやすくなっているのもいい点ですね。困ったら半チャージで広範囲を狙おうということもできるので、以前よりもクリアリングの質が上がった気がします。単純なダメージアップですが、認識の変化も相まってとてもいいアップデートだったと思います。続いて人速アップについてですが、こちらも大きく変わったことが2つあるかなと思います。1つ目はチャージ中の行動が変わったという点です。まずトラストのチャージ中というのは速度が遅すぎるのが問題でした。特にミラーマッチで対面するスピナーに対しては機動力が遅すぎるため、相打ちや巻きが多く避けられない問題というのがあったんですよね。
さらに前に出るにしてもチャージしながら対応するため移動速度が落ちがちということから対面への影響っていうのが出ていたんですよね。そのため今回の速度が単純に上がったのは対面だけではなく様々なチャージをするシーンに変化をもたらします。まず壁に戻るスピードが上がるので被弾数を減らすことが可能となりました。続いて前に置き打ちを詰めながら移動する際にチャージ移動速度が軽減されているのでいつもよりも早く移動ができます。この点だけでも恩恵としてはかなり大きいですね。続いて2つ目がギアの余裕ができたという点です。単純な話、チャージ中の移動速度を上げることが目的の人であればギア枠が空きますので嬉しいことですよね。つける目的次第ですが単純なギア枠の余裕につながるのはいい点かなと思います。こちらのアップでもダメアップと並んで対面中の改善につながっているので思った以上に強いアップデだなと思います。今回のアプデについていいところばかり話してきましたが、もちろん懸念すべきポイントというのもあります。実際にプレイしてみて感じたことを弓使い視点として話していきたいと思います。まずアプデ後でいろいろと盛り上がっていますが、初心者向けではないという点です。ダメージアップやらで何かとトランストが増えているっていう状況にはなっていますが、結局は一角を取れるエイムは必要な武器となっています。爆発屋で甘えを取れるようになったとはいえ、一角を多く取った方が試合としては強いので練習は必須と言えますね。続いてはあくまで合計ダメージという点です。爆発屋で倒せると言っても2発の矢を当てた上でさらに爆発も当てるという条件になります。一角と違って総合ダメージとなるため時間がかかるんですよね。甘えに対しての取りこぼしっていうものは減ります。ですが時間が経てばこの攻撃に慣れられる可能性は十分にありますし、ラグの影響は相変わらず受ける状況です。単純にキルが取れるというわけではなく、びっくりキルが取れるくらいの感覚がいいのかなと思います。続いては感度設定を変えようという点です。これは僕だけかもしれませんが、速度が上がったことで感度が変わりました。というのも速度が上がるということは単純にエイムの合わせ方も変わるので当たらない可能性っていうのが出るんですよね。なんかいつもより移動速度が速いので横ずれが起きるっていうのがよくありました。もしアプデ後に当たらないという方は一度感度を調整してみた方がいいのかなと思います。最後は根本的なギアは変わらないという点です。今回の一足に関してはつけている目的によって意味が変わります。僕のようにエイム中の移動速度を上げたい場合は今回のアップでは恩恵がでかいと感じます。ですが移動速度だけを上げて金網を早く抜けたいというギアの付け方の場合、一足はつけておかないといけなくなります。単純にチャージ中の速度が上がっただけで通常の移動速度は低下しているんですよね。なので一足を単純に外すという感じではなく、チャージ以外の機動力が必要なのかという視点を持つようにしましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。バージョン 4.1 アプデ後のトライストリンガー使いから見た感想と懸念点はいかがでしたでしょうか。単純にミラーマッチでトライストリンガーを見る機会が増えたのは嬉しいなと思っています。ただアプデ後すぐの状態なので環境も変わっている最中だと思いますので冷静に判断していきたいところですね。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。